こんにちは、パンナです。今回はプラス320円でグリーン車、コスパ抜群で快適な移動を楽しめる伊勢志摩ライナーのデラックスシートに乗って伊勢観光に行ってきました。旅の始まりは大阪難波駅。特急券はオンラインで買っていたので乗車券を購入して改札を通ります。本日乗車するのは10時10分発の特急伊勢志摩ライナー賢島行き。大阪難波から伊勢志摩で合計1時間44分の乗車です。料金は乗車券と特急券、そしてデラックス料金を合わせて3830円でした。乗車券は近鉄株主乗車券を使うともう300円ぐらいお得に乗ることもできそうです。とりあえず車内で食べる朝食をゲットしてホームに向かいます。ホームで待っていると10時発の火の鳥を眺めることができました。やっぱり火の鳥のフォルムとカラーはかっこよくて惚れ惚れしちゃいますね。火の鳥が発車すると向かいのホームにとうとう伊勢志摩ライナーが入ってきました。ポップな黄色のカラーが可愛いです。伊勢志摩ライナーには赤のカラーの車両と黄色のカラーの車両があり、赤は伊勢志摩の太陽、黄色は伊勢志摩の日差しを表現しているそうです。正面は流れるようなフォルムで大型の曲面ガラスが特徴的です。伊勢志摩ライナーにはレギュラーシート、サロンシート、そしてデラックスシートの3種類の座席がありますが、今回乗車するのはこの中で唯一特別料金が必要なデラックスシート。とってもワクワクしながら乗車します。私の座席はこちら。落ち着いたベージュのシートに深緑のカーペットが高級感を出しています。早速席に座ってみると横幅が広々としており、座面も程よい柔らかさで心地よいくつろぎの空間です。この快適さがプラス320円で味わえるのはとてもびっくりしました。席に着いたところで電車はすぐに出発。楽しい旅の始まりです。出発したところで座席周りを見てみます。まずはリクライニング、肘掛けの部分についているボタンを押すとリクライニングが可能です。足元にはフットレストもついていて足を伸ばしてリラックスできます。また電源や Wi-Fi も完備されていました。発車してすぐに大阪上本町、そして鶴橋に停車します。どちらの駅でも結構たくさんの人が乗車していました。鶴橋を発車したところで事前に買っておいた朝ごはんを食べたいと思います。今日はあんバターサンドとコーヒーです。伊勢神宮の参拝前なのでここはノンアルにしておきました。まずはコーヒーで落ち着いたところであんバターサンドをいただきます。あんこもバターもたっぷりで美味しそう。食べてみるとあんこの甘さとバターの塩味が合わさって最高です。甘じょっぱいって正義ですよね。しっかりと味わいながら黙々と食べ進めていると灰原駅を通過したあたりでとてものどかで美しい景色が見えました。伊勢志摩ライナーは窓が大きいので美しい景色を十分に満喫できます。景色を楽しみながら食事をした後は眠くなってしまいうとうとしながらも伊賀神戸駅までやってきました。伊賀地方といえば忍者発祥の地、伊賀神戸駅では名物である忍者列車を見ることができました。忍者列車とは銀河鉄道999や宇宙戦艦ヤマトなどで有名な漫画家松本零士氏がデザインした伊賀鉄道のラッピング列車です。描かれていた忍者の目が結構鋭くて圧巻でした。伊賀神戸駅を過ぎて伊勢志摩ライナーでの道中も後半に差し掛かっているのでそろそろ車内の探検をしておきたいと思います。まずやってきたのはパノラマデッキ。車両の前方と後方にそれぞれ設置された大型曲面ガラスから全面展望を楽しめます。景色は言うまでもなく最高ですが、ここまでスケルトンな運転席もレアだと思います。続いてサロンカーを抜けて向かったのは喫煙ルームです。最近は喫煙できる車両がなくなってきていますが、
近鉄特急は割と喫煙室が残っているイメージがあります。続いて車両間を移動しているとシーサイドカフェというかつて車内販売が行われていた場所を見つけました。以前は軽食なども取り扱っていたようですが、現在はサービスも廃止され、ラウンジのようなコーナーだけが残っています。そして最後に洗面台とトイレにも行ってみました。スペースは広く、綺麗に清掃もされていました。席に戻ってきたところで伊勢中川駅に到着。ここまで来ると残りの乗車時間は20分ほどです。残りわずかな乗車を楽しんでいると、車窓から斎宮平安の森が見えました。斎宮平安の森は天皇に代わり伊勢神宮の天照大神に仕えた皇族の女性斎王が暮らした神殿と役所があった斎宮の中心的な建物を再現している場所です。ほんの少し平安の情景を楽しんだところで、あっという間に伊勢市駅に到着。値段以上に快適でとても楽しい移動になりました。賢島まで走り抜ける伊勢島ライナーをホームで見送ります。はい、伊勢市駅に着きました。伊勢島ライナーのデラックス席はプラス320円と思えないほどふかふかですごく快適でした。パノラマデッキからね、景色とかも見れてすごく楽しかったです。じゃあこれから伊勢神宮の参拝に行ってきたいと思います。というわけで伊勢市駅から伊勢神宮へ向かいます。今回は外宮内宮の両方を参拝するので、まずは外宮へ。ちなみに伊勢神宮は外宮から内宮へお参りする習わしがありますが、この理由を皆さんご存知でしょうか。外宮で祀られている神様は豊受家の大御神、天照大神の食事のお世話をする神様で、お供えが必要なあらゆる儀式が外宮から始まるため、それに倣って参拝も外宮から行うようになったようです。駅から7、8分ほど歩くと外宮の入り口に到着しました。到着してまず目に入るのはこちらの日よけ橋。日よけ橋は火事を防止するために溝を作り、水を流して橋を架けたことから始まっています。橋を渡り手水舎で身を清め、正宮へと進んでいきます。そして正宮に到着しました。天照大神のお食事を司る神、豊受家の大神が祀られています。正宮は日々の感謝を伝える場所なので、個人的なお願い事は祈らず、お賽銭もいりません。個人的なお願いをしたい場合は別宮の鷹の宮でしてください。外宮でのお参りを終えて入り口まで戻ってきました。休憩スペースで一休みしつつ、続いては内宮に向かいます。外宮から内宮は三重交通のバスが通っており、所要時間10分ほど、料金は410円でした。バスに揺られながら内宮に到着です。大きな鳥居をくぐって内宮の入り口にかかっている宇治橋を渡ります。橋を渡った先にあるみたらしと呼ばれる川で身を清め、正宮へ向かいます。10分ほど歩いたところでついに天照大神が祀られている正宮に到着しました。階段の下にいてもなんだかパワーを感じる気がします。正宮で日頃の感謝を伝えてから、別宮の荒祭りの宮もお参りしておきました。伊勢神宮はとても広大な敷地で見どころもたくさんあるので、時間に余裕を持って参拝されることをお勧めします。私は急ぎ足で外宮を30分、内宮を60分ほどで回りました。無事参拝を終えて休憩所でお水をいただいたところで、続いてはおかげ横丁で食べ歩きタイムです。おかげ横丁は内宮を出てすぐの場所にあり、グルメや名産品などを楽しむことができます。私は朝から我慢していたビールをとにかく飲みたかったので、一番近い場所にあったビールの看板をめがけて注文したのですが、なんとビールがないらしく、牛串だけ頼むことになってしまいました。ちょっと悲しかったですが、牛串はジューシーで柔らかく美味しかったです。
牛串を食べ終わったところで気を取り直してビールを調達しに行きます。おかげ横丁を歩いているとクラフトビールと牡蠣のお店を発見。ここなら安心ということでビールを買いに行きます。せっかくなのでおつまみに牡蠣フライも注文してみました。伊勢ピルスナーのカップと、はい、あと牡蠣フライの2つ、はい、注文して少し待っていると伊勢島限定のビール伊勢ピルスナーと牡蠣フライがやってきました。とっても美味しそうです。早速ビールをいただきます。1日歩き回った後のビールはとっても美味しいですね。牡蠣フライも衣はサクサクで中はクリーミーでとっても美味しかったです。あっという間に牡蠣フライを食べ終え、そしてビールも飲み干してしまい、ごちそうさまでした。本当はもっともっと食べ歩きをする予定だったのですが、帰りの電車の時間が迫ってしまい、泣く泣く伊勢市駅に戻ります。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も旅の動画を発信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回は伊勢からの帰り道に乗った観光特急の様子をお届けします。ぜひご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。